いやーちょっと今日雨の中ね何本撮影した。いやもう何本もしたね。いや風邪ひいてない？ひいてねえよ。あ俺に言ったの？自分に言ったの、うん、キモくない？自分に引いたかどうか心配になって聞いた。キモいキモい。どうもリーブルサッカーです。はーい、ということですね、今日はですね、ちょっと最近僕らリフティングの数かける丸々系、まあようやるやないですか。ようやるな。ようやるでしょ、でコメントの方で、買い物系やってください、そろそろショッピング系やってください。誰それ？コメント最近結構コメントで来るんですよ。ショッピング系やってほしいって希望と、最近リフティング系やってるからこれを合体ちょっとエロエロくねえ。ごめん。あたしリフティングの数かける1円でサッカーショップで買い物してみた。いやーちょっと面白いぞこれは。今回はいつもお世話になっている池袋のカモさんで買い物しようかな。いいね。ただルールがあります、自分がやった数分だけ相手におごってもらいます。相手にね。相手に。だから僕がリフティングの数かける1円分リフティングして1万回やったら1万円出してもらいます。うわさすがに、さすがにね、ずっとやっていいって言ったら制限時間なかったら俺永遠にやれるんで、じゃあちょっと時間制限決めましょう。ああシンプルに口が臭い。胃が腐っとんじゃ。いや外れたんだって音程が外れ、胃が腐っとんじゃ。10分にしようじゃん。10分ね。制限時間10分 で、 で10分間の中で落としたら、その落としたまでの数でお買い物してもらいます。わかった。いやんいやいやいや乗るやんお前なんか。いやいやいや、こうやっとったやん。だから俺はいいやって言っただけよ。それではキックオフ。キックオフ。じゃあそれでは早速リフティングの数かける1円サッカーショップでお買い物、1人目の挑戦者、33歳独身フリーター中野和久。なんでフリーターやんお前。彼女いない歴5年。長いな結構。それではいきます。それではスタート。え1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、40、5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 0、
なんぼ175回175回ということでミスったー。カズが175円でかましてもらいます。175円。わかったわかったわかった。じゃあわかったわかった。カズくん3回まで落としてよ。じゃあ3回まで。正直言ってサッカーチャンネルでありえないからね。信じられない。リフティングぐらい落とさんといて。わかった。じゃあもう次で落ちない。俺はあともう2回まで落としてるから。2回まで。じゃあ再開しますよ。それでは再開します。はい、おっさんピ。170。いいんだろうな。あ、ちょうど6分、ちょうど4分経つところで終わってます。3回までだからラスト1回しか落とせない。 OK。 ラスト1回まで落とす。ラスト1回。それでは再開。もう次で落ちない。俺はちょうど6分経過したところで、もう落とせないよ。もう落とした。もう終了じゃない今の。ラストもう1回だけ。ラスト、今のぼ533。3回まで落とせるか。3回か。これで次も落としたらその時点で終了です。それではいきます、はい、ラストチャンス開始。福岡が生んだもの。残り14秒残してしまい865回、865円分サッカーショップでお買い物できます。そして一言言っていいですか。今髪崩れた感じ、矢沢永吉みたいだった。うるせえよ。一言言ってほしい。矢沢のブラビア。矢沢。じゃあ今からね、始めるよ。僕目指せ1万なんだ。1万。はい。うわうわうわ。合図ください。はい、よーい、ピッ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、残り1分。あー、1350回です。よっしゃ、残り1分でもう大電気パンパン。で、いいです、十分でしょ。お母さん、1350円分お買い物できるということで、カズくん、あざー。あー、1350円。しょうがねえな、もう老人やないか、お前。本当にバキバキ。はい、
っていうことでですね、はい、池袋の鴨さんに来たんで、はい、じゃあ早速買い物していきましょうか。行こうか。じゃあまず数が865円。 OK、 それ以内ですか？ OKOKOK、 okay, okay, okay. それ以内ならどのぐらい商品買っても大丈夫。じゃあそれでちょっと探しましょう。 OKOK、okay, okay. 大体限られる。もう限られる。ここら辺がここら辺じゃん。限られる限られる。ちょうど今代表戦やってました。あ、映しちゃダメだよ。はい、リストファンでも意外に高えな。なんぼ1400円。あ、俺も買えねえや。俺も買えねえや。まだ上のコーナーもありますから。いやもう上は無理じゃね。他の本物じゃない。上ちゃん俺だけか。俺普通に今日スパッツ欲しいんですよ。スパッツ1350円で買えそうじゃない？あ、ギリってそう。ウキーン。なんだよこれ。ですかイベントっすよ。めっちゃかっこいいな、ね、新しいユニフォーム。ほらかっこいいね。かっこいいっすね。あ、ごめんなさい、カズの話終わった。あ、俺ぐらいかっこいいやん。え、なんか、あ、見てください。カズ君はもうそっちのけ。おーっと、メッシバルサス新作じゃない、ほら。え、これになったんだね。へぇ、これは、ね、T シャツ。これはなんだ、昔のクライフ時代。うん、リバプールかっこいいね。あ、かっこいい。リバプールかっこいいな。めっちゃリバプールかっこいい。これなんだね。なんか縦縞のがいいよね。うん、好きだった。じゃあ俺も縦縞派。お前何盛り上がってんやお前。あ、ごめんなさい、お兄さん、ごめんなさい。お兄さんってお前。ごめんなさい、ごめんなさい。いやいや、腹決まりました。いやね、多分ね、決まった。もうちょっと待って、最後これの料金だけ。あ、リストバウンドじゃん。え、めっちゃいい。シグさん書いてない。え、これマンシーでしょ。これマンシーで、これがカシマンドラーズ。これいや、マンシーってなんやろ。これジェビラやろ。うわ、適当。え、適当。いや、お前や、お前。カズがシュッシュでいいんだよ。シュッシュシュッシュ、ポニーテール。これ人間召喚っていう。これディマリア。これ違う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 、正直言って、正直正直、これいる。正直、いや、あのね、欲しいの。ただ買えばいい。ちゃんと、いや、ちゃんと、今後ちゃんと使うものを買ってください。あ、やっぱ、こうちゃんダメだよね。ただ買うだけだけじゃないから。そんなただ買うだけだったらダメだよね。ダメよ。今日はですね、リフティングの数かける1円で鴨さんでこう買い物しようって企画でして、彼が1000円以上いくんでしょ。860円。ただ10分以内って、しかも3回落としてます。まあ、なに、すぐ寝るってさっきなんかジュビロいいって言われてたのに。1400円。すいません、買えませんでした。俺も買えません。白は汚れるから、こっちで。じゃあカズ君、これ確定ね。確定で、ま、ちょっと上も見て、あったらまた買えればいい。オッケーオッケー。で、まだこれなんぼ。じゃない、530いくらか。じゃあまだ300円ぐらい余ってるから、うん、使えますよ。オッケーオッケー。ちょっと俺もここは選びたい、そろそろ選びたい。そろそろ俺も探さないと、閉店も来てるし。そうですね。ちょっとカズ君に振り回されすぎて時間がもうないから。じゃあスパッツどこですか。スパッツ見です。あ、これない、これこれ。あ、スパッツあった、と思うじゃん。めっちゃかっこいい。え、なになに、どれどれ見て。18000円。18000円。買えるか、買えるか。そもそも1万円企画でも足りない。あ、待って、え、いや、これジュニアサイズやん。さすがにこれ1000円で買えるっしょ。まさか、いいっすか。いくら。かっけーやん。買えません。あ、これ俺と同じやん。これカズ君と同じの嫌だ。いや臭いの、臭いの。え、全部高いんだけど。え、これ何も買えないじゃん。いや、今さ、こうして。いや、今切らんで。プライベートの買い物始まっちゃったよ。時間がないって。いいって、気持ち悪いって。何やその立ち方。それもう2丁目2丁目2丁目この右腕見て。いや、なんなんこれ。なんかここから出てくる。今日切るキャキャじゃん。アディアス。もうしょうがない、もう我慢するしかない、これで。あの、アディアス、あ、693円。え、ワンチャンこれさ、2つ買えるじゃん。え、ほんまや。安いし、ほら、やば。これいい買い物じゃん、これ2個バーッと。もう確かに普通に使うしいいんじゃん。え、ヘアバンとか大丈夫。カズ君、これヘアバンド。絶対ヘアバンじゃないでしょ、これ。もう普通紐やん。カズ君、靴紐結ぶの。あ、そうですかってばっかかも。あえてなんかドイツ代表のキャプテンマークつけようかな。なんで1200円。かっこいい。頭に、いや入らんやろ。頭じゃねえや。頭じゃないの。なんで頭に。それよりも見てないの。なんかエロいんだよ。ちょっとちょっとちょっとかっこいいじゃん。こんなエロいね。これ映るのゴリゴリだよ。おい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 。1300足りないか。693円が2つってこと。足りねえな。足りねえな。戻してくる。じゃあ何シューズ入れ。カズ君、日本代表の靴下995円。マジ？じゃあ僕これにします。こっち非常にあるソックス、日本代表のソックス。いいですね、これ。いいよね、かっこいい。あ、待って、ミサンガじゃん。ほんまや、ミサンガよくない？
ボンフィー。え、ミサンガいいじゃん。なんぼ？ミサンガいくら？200円。あ、200円。あ、あ、じゃあ足につけろ。じゃあ、うん、俺このソックスとこのミサンガ買う。いろんな色もある。え、普通にこれいいじゃん。ソックスとこれで。一応300円くらい残ってるんで買いますよ。確かに。え、このクロアチアは？決めてくださいおじさん。あ、もう俺決めた。もうこれ。決めた。あ、決めた。いくらかちゃんと収まるかが大事だよ。収まるやろこれ完璧。おお。56円。ちょうど100円余した。さすが俺。こんなやつ払わあかんの？え、756円。はい。756円も彼に使います。逆にこの756円で口臭直すなんか買ってほしい。その方がね。あ、じゃあ僕会計いきますよ。あ、いいよ。すいません、僕じゃあこちらとこちらで、これすいません、なしで1300円超えないで。1290円。ほぶね、1290円。買い物うまい。いやー高っけな。じゃあカズさん、ありがとうございます。はい、買いました、1350円。頑張ろう。はい、ありがとうございます。おねくらでペラペラだね。まあ中身は大事やけど。あざす。あざす。ありがとうございます。あざす。